山本明は大日本帝国海軍の軍人最終階級は、少尉、没後進級により注意。射撃の名手として、なおを馳せた日中戦争以来の戦闘機パイロットであり、日中戦争での3機を含む15機撃通を記録しているエースパイロットの一人。雷電や市電のテストパイロットも務めたが、B-29 による、 最初の東京空襲の迎撃戦で戦死した。山本明は1913年6月13日、静岡県伊原郡を吉町に生まれる。清水市立清水商業学校卒業後に海軍を志願し、1933年6月に横須賀海兵団に入団する。やがて航空を志し、翌1934年2月には、霞ヶ浦海軍航空隊に、 第24期操縦練習生として入隊、7月に卒業する。立山海軍航空隊、大港海軍航空隊を経て、航空母艦、包射乗組となる。1937年7月に勃発した日中戦争に出陣し、8月19日に上海でノースロップ爆撃機1機を撃墜、9月21日、カーチスホーク3を1機撃墜した。 同月27日の関東空爆では、花本隅とタイの2番機として出撃、カーチスホーク32機を発見し単独で2番機を撃墜。12月に日本に帰還するが、その際に第1航空戦隊司令官、草勝智一少将より法上を授与された。霞ヶ浦海軍航空隊勤務後、第12航空隊に配属されて、再び大陸戦線に出動し、 1940年7月に、帰還後は、大分海軍航空隊の教員を経て、1941年10月には、空母、加賀戦闘機隊に配属された。1941年12月8日の、真珠湾攻撃の際には、第一次攻撃体制空隊、第三小隊長として、滋賀都志夫隊らと共に出動するが、山本は、目標到着直前に、 民間の練習機を発見。これを撃墜し太平洋戦争の撃墜第1号を飾った。さらにヒッカム飛行場の銃撃に移り山本は、計六機を炎上させた。以降、加賀と共に転戦。1942年6月5日のミッドウェー海戦では、母艦、ナオエの任務にあたり、来襲した敵爆撃機、雷撃機軍を迎撃し、小隊共同で5機を撃墜したが、 敵艦爆隊の奇襲により、加賀が被爆。山本は、飛竜に着艦して、戦闘を継続し、アメリカ空母、ヨークタウン所属の F4 回戦闘機を4機、撃墜した。7月からは、空母、随宝戦闘機隊に配属され、南太平洋海戦をはじめとするソロモン諸島の戦いで戦った。日本に帰還後、横須賀海軍航空隊勤務となるが、 1944年6月にアゴー作戦が発動されると、イオウ島に進出して、戦闘の機会を待つが、アメリカ艦隊の艦砲射撃により、左胸部を負傷して、日本本土に構想される。療養生活の後、雷電や資源の量産機のテストパイロットを務め、小園安妙大佐率いる第302海軍航空隊への配属も内定していた。 1944年11月24日、東京はサイパン島から発信した B-29 による初めての爆撃を受ける。山本はこれを迎撃するため出動し、八島町上空で迎撃したが、操縦席後部に被弾し、パラシュート効果を試みたが解散せず追試した。山本の第302海軍航空隊への配属は、 この11月24日に本決まりになっていた。戦死後、山本は注意に特進し、17位に除せられた。中国側の記録では、この日の損害は、日本船舶に体当たりした第2大体第9、中隊の陳高し海域のみで、空中戦による損害はない、日本海軍戦闘機体にエース列伝では、これが、発戦火としている11月24日の出撃が、 第302海軍航空隊隊員としてのものかどうかは不詳。ありがとうございます。